すぎてね、食べすぎたからね、甘いのも食べたし、超眠くてちょっと10分寝たんですけど、まだね、まだ今寝起き、ちょっとおかしいよね。ちょっとまだ寝起きなんですけど、今日土曜日の Vlog っていうことで、さっきあのスーパー、マックスーバリュー行ったんですよ。なんで、あの、買ったものちょっと見せてもいいですか？はい。じゃあまずイチゴ。イチゴね、1ヶ月前までは高くてね、なんか 5,9% 6,9% だから買わないよね、そんな高い時は。買わへんよ。4,9% まで下がらないと買わへんよ。で、はい。4,9% が 20% オフ。まだ状態めっちゃいいから、ほら、下も見て。全然いいでしょ。これ明日食べるから。余裕だし。大丈夫。だから 20% オフでいただきました。最近もイチゴ食べるのがもう楽しみでね。本当にもうイチゴって美味しいよね。日本のイチゴね、最高。ほんで、うち家族みんなイチゴ好きですし、疲れ取れるから、もう毎日一パック欲しいもんで。家にまだ3パックありますけどね。めっちゃ食べます。はい。イチゴ大好き。うん。これね、買いました。これ香りがいいよね。ああ、幸せ。今、あの、ドイツからメール来たんですけど、さっきね、蕎麦屋の石原さんっていうね、すごく、美味しい蕎麦屋さんあるんだけど、そこでね、GoTo イート使えるから蕎麦食べやつって4枚あげたんですけど、今日使えんかったっつって、あの、時間がなくてね、多分、マカチョウが多分消防車見たから興奮してすごい時間かかったんだと思うんですけど、時間ないもんでコンビニで済ますわってメールが来て、で、もう一回メールが来て、晩鐘どうって、焼肉、安城市の晩鐘っていう焼肉屋さんよく行くんですけど、そこどうって言ったので、私がナイスって今返しました。ええ。この GoTo イートね、使える店に行かないとダメだから、今週末で使い切らな、今日土曜日でしょ、明日日曜日でしょ、もうこれで使い切らな、これもうゴミになっちゃう、使えないのよ。だから早く使わなね。だから、今日焼肉屋さん行って全部使っちゃう。ナイス。はい、牛乳。うち1日 1.5 本なくなるんで、ええ。今日なんか知らんけど、中央牛乳この赤いパックに惹かれまして、イケメンもおったしね。ほうだもんで、ちょっと元気いただいて。牛乳を飲んで応援しよう！バスケットボールクラブだって。うん、これね。うん。これ引かれまして、これ1本買いました。さつま揚げ。もう、ケージ味はいつもスーパー行くと練り物買うから、今日少ない方よ。ほんで、あの、友達がね、チングが、この前、レンコン家で作ってる、もう、ね、作ってるレンコン、すっごい美味しいやつ。あれくれたのよ。だから、月曜日のおかずにしたいから、日曜日に作るんですね。なんで、レンコンにこれ練り物絶対入れたいから買ったのよ。計画があるのよ。ね。これ買いました。あとね、これ。これよ、これ。これ味噌ラーメン超美味しい。二つ買ったんですけど、この味噌ラーメンね、ちょっと高いのよ。378円ぐらいだったかな。ちょっと他のラーメンよりちょっと高いんだけど、2人前入ってるんですけど、うまいのよ。これ以上のラーメンは私、インスタントラーメン見たことない。もうこれ食べていろいろ試してみたい。ちょっと安めのやつも試してみたい。270円とかで。あかん。これに勝てない。やっぱこれよ。やっぱこっち戻る。うち家族みんなこれ大好きで。長男と私はこれ汁に唐辛子家にあるやつをバー入れて食べるの好きなんですけど。辛くしたい方は唐辛子入れても大丈夫。これの辛いバージョンも出とったんだけど、マックスバルにはないよ。あそこにある。マルハンもう名前忘れた。アンフォレニの下に入ってるスーパー。字幕入れときました。まあ、とにかくそのスーパーに置いてあったんだけど、それも置いてある日とない日があるんだけど、味一緒。これに唐辛子入れた味がその味。うん。美味しかったから。これもうファン、大ファンです、これ。これ大好き。うん。これおすすめです。納豆ね。これ。まろやか納豆。からし入ってないの買うと長男に怒られるんで、からし付きのやつ。今日98円だったから。北海道。これ110円ぐらいだったんですけど、なんかちょっとご飯二口残ってる時におかずない時っていう時多いのよ、私。そういう時に、これはちょっと量多いからこれにしたりします。はい。アーモンド効果。日本はね、豆乳の種類が少ないから、まあ気に入るのは、ミルクのように優しい豆乳とこれかな。アーモンドミルクみたいな。これ美味しいです。オリジナルと、砂糖入ってないのがあるんだけど、砂糖入ってないと子供たち怒るんで、砂糖入ってるやつにしました。三人ね、子供のやつです。習い事を行って帰りにお腹空いたとか言った時にこれ飲んだりします。と、これ。ほうじ茶ミルク。ショコラ仕立て。これね、美味しいのよ。で、私ね、ほうじ茶が大好きで、
日本に来てちょっとカルチャーショック受けたんですけど、いい意味でね。悪い意味のカルチャーショックはスリッパ、この前の動画ご覧になりましたか？日本の中学校のスリッパ、びっくりしたんですけど、あれはちょっと悪いマイナスのカルチャーショックね。これはいい意味のカルチャーショック。うん、日本のほうじ茶めちゃくちゃ美味しい。まあ本当にほうじ茶はそのまま本当お茶として飲むのは私きついんで、ちょっとドキドキしちゃう、カフェイン強いとね。なんですけど、まあ外食行ってたまに飲むと美味しいなとは思うんですけど、カフェインがちょっときついんで、こういうね甘い飲みやすいやつが好き。ラテが好き、ほうじ茶ラテ。うん、あとアイスにほうじ茶ラテのこうシロップがかかってるやつとか好き。あの鹿児島の名前が出てこんじゃん、あのショッピングモール私行ったのに、ヨカドだったっけ。うん、あそこでいつもは絶対抹茶アイス頼むのに、抹茶アイスじゃなくてたまにほうじ茶ラテ的な、ほうじ茶なんとかなんとかって書いてあるアイスがあったらそれ買うんですけど、正解だったじゃん、超美味しかった。そのほうじ茶シロップのアイスだったり、こういうラテ系超うまい。あとカフェとかスタバとかそういうところで売ってるほうじ茶系の甘いやつ大好きなんですけど、超美味しい。한국에계신여러분들、일본에여행을나중에코로나죽이려면코로나가조금진정이되면일본에오실거아닙니까？일본에오시면은호지차라떼、호지차아이스크림이런거꼭드셔보세요。강추해드립니다。너무좋은이컬처쇼크를받으실수있을겁니다。예、근데これ호지차라떼、これね、次男が大好きで、長男も飲むんですけど、このショコラ、これはあくまでもイメージだから、こういうチョコのこういうの入ってない、粉だけ入ってるよ。こういうお皿おすすめね。こういうね、おしゃれな お皿に牛乳入れて、この粉入れて、電子レンジで1分10秒チンして、この粉を小さじ2杯入れて混ぜて飲む。もうハマってる。で、私、毎朝コーヒー飲んでから、これもさらに飲んで楽しんでます。子供たちも大好きでね、すぐなくなるから、マックスバリュー切ったらすぐこれ買う。あとさ、マックスバリューってさ、こういうお茶に混ぜて飲む系、こういうね、粉がね、種類が多いね。豊富。他のスーパーと比べたら豊富で。カルディでもこれ売ってたんですけど、ショコラじゃなくて普通のほうじ茶ミルクみたいな売ってたんですけど、これもあるし、抹茶系と、あと、黒ごまラテみたいな、いろんなラテ系があるね。うち家に全種類買ってあるんだけど、もういろいろ楽しんでる。なんかさ、コロナでさ、あんまり楽しみがないじゃん。もうなんか今日も学校からなんか、はい、一人出ましたとかさ、学級閉鎖しますとか、そういう暗いニュースばっかりやん。ね。最近暗いニュースばっかりなのよ、なんか。なんか嫌なことばっかりで、なんか気分転換したいなっていう時に、まあこういうのでやるしかないよね。ちょっと美味しいラテ系を楽しむとか。ステイホームしながら楽しめるやつ。うん、これで楽しむしかない。だから私はお茶で楽しんでおります。Tea Save the World。イギリス人かい。コメダでね、もらいました。豆。コメダの豆すごい美味しいよ。これ。もらった。鬼滅の刃のやつ。これはマカチョにあげようかな。お腹がいっぱいすぎて食べれんかった。100均もいったじゃんね。ビニール袋。これ、いっぱいいるよね。L サイズ、M サイズ。うん、100均は、今日本税金 10% だからね。110円、110円ね。あと、木工用ボンド。木くっつけるボンドね。これ、学校でよく使うので。大体なんか切れそうになったら買っとく。私ストックの女王って呼ばれてるので、なんか切れそうになったらそのために買いに行くの嫌なんで、100均行ったついでに子供たちの必要な文房具すべて買っておきます。長男がこれ海苔買っといてって言ったので海苔も買いました。今日はマカチョグッズなんですけど、これ服にね、名前を書かないといけないじゃないですか。で、これペッタンって貼って、で、洗濯ができる。なんだけどね、洗濯機で何回か回すと剥がれたりするのよ。だから私も最初からね、これペッタンしたらね、塗っちゃおう。この端っこだけでもね、糸で塗っとくとだいぶ違うから取れないから、塗っといた方がいい。で、これね、名前のね、いっぱいもう全部子供の用品、全部名前書かなあかんもんで、これと、このパトカー。うちバカ長大きくなったら警察官になりたいやんね。で、パトカー大好きなんで、これをバッグにね、貼ってあげるとすごい喜んで保育園行けるんじゃないかなと思って、これワッペン買いました。これも名前なんですけど、パトカーなくて消防車しかなかったんですけど、ここにも名前書いてイブちゃんのものに貼ってあげるとね、すごく喜ぶので、うん、
どうせだったらね、どうせ買わなあかんだったら子供が好きなやつにした方がいいですね。うん。これもロール状なんですけど、こうテープなんですけど、切って使えるから、ここも名前書いて、ペッタンして、糸でこう塗ってね、使えるから、これもパトカーのやつだよ。乗り物系のやつから。うん。買いました。大人もそうなんですけど、私の学生さんを見るとね、パッキョンシクさん好きな方は、このパッキョンシクさんの顔が載ってる筆箱とかファイルとか、使ってたりすると見るたびに嬉しいじゃん。テンション上がるじゃん。勉強頑張ろうって思うやん。パッキョンシクさんが出てるドラマ、韓国語で見たい。勉強頑張ろうってなるやん。で、BTS 好きな方はね、BTS のグッズこう持ってると、やっぱテンション上がるから。このセリアにシャーペン、この透明のやつ売ってて、で、自分の好きな絵を入れてカスタムできるやつがあって、それなんか売り切れでも大変らしいんですけど、SNS で誰かが開けたらね。で、その中にね、BTS のガム、私スーパーで見たのよ。BTS のガムがあるんだけど、そのが、キシリトルガムね。あの柄を入れて、BTS のシャーペンにしちゃったのね。あれも大人気で、もう手に入らないとかね、言ってね。大変だったんだけど、友達がセリアどっかで見つけてくれて、そのガムのあれを入れて、BTS のシャーペンにしたりとかね。だから自分の好きなものを身近なところに置くとテンション上がるのよ。その気持ちはすごいわかる。うん。だから、子供もね、大好きなやつをグッズにしてあげると、より毎日ハッピーになれるなと思って。なんで、できるだけ子供が好きなやつにしてあげてます。はい、100均の買い物は以上です。あ、もうすぐ、あと3分でテニスが終わります。喋りすぎた、今ちょっと汗だくです。あ、またトイレ行きたくなった。ちょっと、コーヒーと水飲みすぎたよね。ちょっともう一回トイレ行ってから家に帰ります。양념삼겹살양념삼겹살をどうしよう、いっぱい食べれる。あ、とりあえず5つ。 5? あ、5でいいや、5人前で。あとはあ、ニンニク、パパホールニンニク頼むから、ニンニク1個と、あとザッチェ、ニンニクあとチャプチェ、それ1個と、あとチャプチェ、あとご飯ってダイライス使って。いや、私ね、こうちゃんと私そんなん食べれんもんで、中1つでいいや。え、中1つ、大1つ、中1つ、あ、それでいいよ。ちょっと、デンジャンとあれネギ、うん、ネギだって、そう、それ1つ。パパはビール飲むかどうかわからんもんで、とりあえずビールはなしでいいや。パパ来てからチャプチェ、チャプチェはサイドディッシュ、これ入れて、チャプチェあるでしょ、それ一つ入れて。チヂミ欲しくない？チヂミ？いや、いいや、うん、今日はなしにしよう。入れてしょ、ニンニク時間かかるで。ニンニクがあった？暴走族がおった？大変だ。言えた？噛んでいるじゃん。噛んでいるじゃん。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。アニャー。